まず鬼形医学部長が島根大学をご卒業されているということで、うん、学生時代の話とかを伺いたいなと思って。それはちょっとまずいんだけど学生時代の話ね、はい、ちょっと4期生なんだけども、その頃はキャンパスの周りは田んぼだらけで、何もこんなに多くの、お店や家が建ってませんでした。それからね、あと学生時代の思い出は、あるある、バドミントンもこれから来たでしょ。部員が少ないからもうギリギリなわけ、体力が。でも腹減るわけ。最大何個食べたことある食事が、ご飯1回いいですか。うん、いちごもちょっとぐらい。もう今いちご食べられるよ。その時はね、小さな釜で3合炊いたんですよ。で、カレー作ってやったんだけど、その3合を全部食べたね。他に学生時代ね、よく一ノ谷公園に行って、花見をしながら騒いでました。でもまさかでもこの公園に戻ってくると思わなかった。まだからね、大事なことは何かを私たちを導くんですよ。僕の高校時代に英語の先生と、中学高校か聖書研究会に入ってて、それラテン語とか英語の、聖書を読み合わせってやって、やっぱり比較検討するんだよね。でね、最後にその先生がある聖書をくれたんだけど、新島ジョーのね言葉で Go, go in peace, a mysterious hand will guide you。 だから Go, go in peace, a mysterious hand will guide you。 だから、まあ平和の中を前に進みなさいと。得体の知れないって言うんじゃないな、もっと質的に言えば、何らかの手が君を導いてくれると。それ好きでね、結局一生懸命頑張るとそういうことがあるのかなと思います。ただそれはね、今だから言えることであるんだけど、僕はその高校の卒業としたらずっとそれが何かあったんですよ。だからここにいるし、さっき言った福岡大学から近く大学に行けたし、高校に帰って教育の、機会をいただけたし、多分今日のインタビューもいただけたもの。僕自身もクリスチャンじゃないんだけどね。素敵な言葉ですね。その先ほどの、教育が好きでっていうふうに先生おっしゃってたんですけども、今後この島根大学をこうしていきたいっていう先生自身のビジョンとか。いきなり来ましたね。大きなものが。それはね、多分ね、2つあってね。一つはやっぱり今まで教育はさ、その一部のね、熱心な先生とか教員によって支えられていたところがあると思うんで、やっぱり島根大学のじゃあ医学部の理由は何かって言ったら、そうないんですよ。他の学部とか他の全国の医学部と比べたら。だからその教育を中心に展開したいという気持ちがある。やっぱりそれは一つはね、でいるんだ。教授が教育が上手だからいい学校になるんじゃなくて、学部学生とか大学院生がこうしてほしいとか言える学校の方が絶対良くなるので、今そういう若手がとっても多いです。で、僕もこちらに来て12年経つけど、この間もある助教にね、いわゆるスタッフになる人たちを呼んで知恵を渡すんだけど、学生時代知ってるやつが学部にとって助教に上がるときすごく多いですよ。それが一つ。もう一つはね、島大の足りないところは、そのみんなの留学試験の成績とかさ、それから学部学生の成績、6年間で何人卒業できるかとか、それこそ医師国家試験、さらには研修を経てどういう人いた、どういう医者になるかっていうのが、なかなか全体像が見えてないでしょ。今知ってる先輩がどういうかっていうのが分かるんだけど、やっぱりそのきちんと学部として入学試験の時にどう評価した人がちゃんと6年間で卒業して、まあ、いわゆる世間のいい医者になっているかどうかを教育面から解析しないといけないなと思っています。
でもね、あまりにもカリキュラムがビチビチで、本当大変だと思う。でもそう、みんなどこの学生もそうだからね。でもいい、いつも言ってるでしょ。知識はあって当然、技術もしかり、態度や姿勢は、これはないとこれからはまずい。やっぱりいつもから僕メッセージ書いてるでしょ。この1年間でも何回メッセージ書いたか知らないけど、社会に対して責任が果たせるような行動、あるいは言動を取ってほしいと、そこだけですよ。感動したことがあって、ある授業をしたんですよ、僕は。これ必ず僕はほら、フィードバックっていうか、感想を求めるじゃないですか。覚えてる？ある人がね、1年生だったけど、こう書いてくれたんです。島根大学に来てよかったと。改めてそう思える講義でしたと。もう、僕なんか今まで辛いこともあったけど、とっても嬉しかったです。受験生のメッセージはですね、大学ってところはですね、学生とともに教職員が成長する場なんですよ。ですから、まあ、教職員が学生を大切にすれば学生は伸びるし、学生が教職員に対して注文をつけていただければ教職員も伸びるということで、そういったインタラクションを通じて、この出雲キャンパスでさまざまな価値観を持つ人々と出会ってほしい。そして、まあ、皆さん自身の志を育ててほしいというところですね。で、この学生さんは最後にね、こんなことを書いてるんですね。例えば、冒頭の感想の続きを記しますと、私は医療職になりたいという夢を叶えるためにここへ来ました。今回の授業で社会から求められる医療職の像を学びましたと。これから自分の夢のためだけでなく、社会のために医学部で学んでいきたいと思います。こういったことなので、皆さん、誰かのためにっていうね、言葉を難しく言うと、プロフェッショナリズムの一つの利他主義ね、それから説明責任、こういったことを果たせる、学生になってほしいと。それを教えてくれる先輩や、教職員がたくさんいるということが私からのメッセージです。ありがとうございました。